ットさん、鹿児島ニアの半分生放送出張版。はい、本日はご覧いただいてます通り、映ってます？アップしてアップ。さあ、カメラ寄るの？鹿児島には一押しカフェの白さんにお邪魔しております。ね、メニューが載ってますね。じゃあちょっと中に入っていきたいと思いますけども。こっちかな？いいですか？お邪魔します。あ、準備してんのバレバレやね、これ。ほら、素敵な、見てください、この素敵な店。ちょっとあの、我々の部品がいろいろ映ってますけど。ということで、今日はこちらからお届けしたいと思います。よろしくお願いします。おやっとさー、鹿児島にあの半分生放送の生放送どっこいしょー。はい、あれですね、YouTube でご覧の方は何が起きてるかもうご存知かと思いますけども、あのツイキャスの方々はちょっと分かんないと思いますんで、説明しますけど、これ写真がですね、今写ってますけども、ツイッターご覧の方はもうご存知かと思うんですけども、鹿児島には一押しカフェの白さんにお邪魔しております。こんばんは。普通にお知り合いの方とかいるのに鹿児島にはお邪魔して非常に肩身が狭いんですけれども、ちょっとやっていきたいと思います。いつものあれ言った方がいいですか、あのこの番組はみたいな、いいんですか。まあ、あれですね、この番組はカフェシロさんの提供でお送りしております。っていうのは入れた方がいいですね。はい、何からお話ししたもんか、詳細ご存じない方のためにまず一からねお話ししていきたいと思うんですけども、今日はあれですね、久しぶりにあの映像もついてますんで、映像付きでお送りしてます。で、ツイッターで何回かお話ししたんですけれども、大丈夫ですか。フールさんとかプールコーヒーが好きで、毎回ねあのコーヒー飲んでるんですけれども、まあ、鹿児島のカフェを練り歩いてたらですね、あ、これなんかつぶやいた方がいいかな、ある出会いに恵まれまして、またプールがですね、確かその時は二貫橋コーヒー院さんだったかなに、でコーヒー飲んでた時に、ね、どうやらなんか隅っこの方からどうやらカフェをオープンするみたいな話がちらっと聞こえますですね、私ちょっといても立ってもいられずですね、その人オーナーさんを捕まえて、いつどこにオープンするんですかと話しかけて、早1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、で、いただいたご縁で、このカフェシロさんですね、すごい素敵なカフェを先月末かな、6月末に、グランドオープンされまして、今が7月の16日ですから、まあ2週間3週間目ぐらいでですね、もうちょっと写真カメラじゃないですけどもう盛況のようですね、鹿児島にゃがこんなことしたら悪影響が出るんじゃないかっていう気がしますけれども、はい。で、知り合いまして、ここで、あ、どうもありがとうございますあ、コーヒーいただいちゃいまして、でここでぜひ収録したらいいんじゃないと言っていただきまして、そこのこの空間をお借りしまして収録させていただいております。ね、ちょっとツイキャスの方ではですね、ちょっと画像、我々の技術力不足でですね、ちょっと画像が、ね、私の顔と白さんのなんていうんですか、お店のフライヤーとしかちょっと今回はお見せできないんですけど、まあ聞いた方は YouTube の方をぜひチェックしていただいてよろしくお願いいたします。ということで、コーヒーいただいたんで早速いただいてみると思います。映ってます。まあ、とりあえずちょっとこれあれですね、いつものコーヒーというやつでいただきますちょっと飲むのが
うん、うん、あれですな、澄んだ味わいがいたします。これはですね、鹿児島のコーヒー屋さんの泉さんで焙煎された、いつものコーヒーというコーヒーで今も飲めるみたいなんですけれども、事前にオーナーさんにお聞きしたところ、冷めても美味しいぞと。で、今完全に受け売りだったんですけども、澄んだ味わいのコーヒー、まあフル飲んだ感じですね、まあ言い得てみようというか、なんかしっかりなんていうんですか、コーヒーらしい苦味も感じつつ、まあくどくないというのをこう澄んだと表現したらいいですね。なんかやはり実際焙煎されている方ということも違いますな。じゃあ今日はこのいつものコーヒーをいただきながら、まあカフェ城さんの現状とかいろいろ思いとかを、まあこうね、ちょっと私なんかが喋っていいのかって気がします。お話ししていきたいと思います。でですね、まずまあ、基本的にもういつもね、漠然とした話ばっかりで申し訳ないので先に言っときますけど、住所、まずカフェ城さんの住所が、鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目ですね。ここは鴨池の1丁目の、20-19番でされてらっしゃいます。で、漢字の営業時間なんですけども、月曜日が定休日ということで、月曜日定休日の、夜じゃなかった、朝10時から、夜の夕方の20時までされてらっしゃいますので、お近くの方、近くない方、これを見てる方ですね、ぜひね、コーヒー美味しいですし、何よりね、この見てください、このおしゃれな、カメラさんこれ撮っていただいてもいいですか、この感じぐるっとね、こうもうここのなんていうの、おしゃれなね、なんていうの、インテリアも、あ、そっち撮ってます前ツイッターでも見たって、移住院の元図書館で本棚として動いてた、働いてたやつが今このおしゃれな棚として動いてるし、これもですね、すごい持って帰り、事務所に持って帰りたいぐらいいい感じの質感のテーブルですね。毎回ね、こういう感じでね、収録とかできたらすごく視聴者もね、なんかおっと思ってくれるんじゃないかなと思うんですけど、っていう感じのこのおしゃれな感じ、ぜひね、体験していただきたいなと思います。でですね、まあこれぐらいかな、営業時間とか住所はいかんとか、まあ、あとですね、今ね、皆さんスマートフォンとかね持ってらっしゃると思うんで、ぜひぜひインスタグラムとかすごい人気というか反応がすごいっていうのをオーナーに聞いたんですけど、インスタでもババッとそれ見てきたっていう人もいたらしくてですね、鹿児島にはもね、インスタやった方がいいのかな、なかなかちょっと我々技術力がですね、どういかんせんちょっと足りてない部分が、まあ、そこもちょっと考えてですね、まあ、ツイッターの方はね、もう今970名ぐらいですか、フォロワーさんがいてくれて、あともう1000までもうちょっと頑張っていきたいと思いますが、で、これはお話ししておかなければならないのかちょっと顔が思うんですけども、まあ、カフェの名前がシロ、ローマ字で SHIRO、シロという感じなんですけれども、結構ね、どういう意味なんですかと聞かれることが多いそうなので、まあ、この場をお借りしまして、私がね、ご説明いたしますけども、先に言っておきますけど、ホワイトじゃないぞと、このね、お店パッと見た感じね、ちょっと白を基調とはされてますけども、そういうことじゃないんだと。で、まあ、カメラさんこれまた撮ってもらってもいいですか、床がさ、床は黒いんだって撮れますってそうやって撮るの床黒いし、コーヒーもね、もちろん黒ですよということで、ホワイトっていうことではないんですよ。知ってました、これ知ってた、うんうんじゃねえまあ、その、なんていうんですかね、そのどっちかっていうと、なんていうんですか、こうブランクというかさ、気持ち的なもんですよね。そう、なんていうのかな、染まらないというか、そういうのが表現したくて、そういう名前になってるんで、うかつにね、白基調だからこうね、女の子向けなんでしょとか
そういう安易な判断をやめていただいて、なんていうんですか、まっさらな気持ちになれる場所という思いを込められてますんでね、私のこの至らぬ言葉ではなかなか伝わらないと思います。ぜひね、実地に足運んでいただいて、オーナーに。すごいな、これは、あれかな、カメラではちょっと撮りにくいかもしれないですけど、カウンターとね、すごい近い、こういう席以外にカウンター席もあるので、そこでぜひね、オーナーさんに直に聞いていただいて、どういう意味なんですかと聞いていただいたらいいのかなと思います。そんな感じですかね。こういうカフェシローさん、鴨池一丁目にありますので、ぜひ足を運んでください。いやーもうね、この普段我々が事務所でね、なんですか、ガリガリ、適当な聞き加減でガリガリして、適当な鬼でドリップしてるのやっぱ味わいが違いますね。やっぱこういうところで飲まないとね。で、何をお伝えしたらよかったんだっけ。あ、そうそう、この白さんですね、こういった、私のこの存在もそんな気がしますけど、結構独自の活動、なんていうんですか、まだね、1ヶ月経ってらっしゃらない、されてらっしゃるもの活動を、ちょっとお伝えできたら、鹿児島にはもうちょっと役に立つんじゃないかなと。でですね、ちょっと気になったのは、今月末かな、2017年7月31日に、ベビーマッサージの、なんか、イベントがあると。これ、実は私、ツイッターですでにつぶやき済みなんですけども、今なんかベビーをマッサージするのがなんかおしゃれマダムというかおしゃれママさんたちの間で来てるらしいですな。そう、私ね、ベビーがいないんでちょっとよくわかんないんですけども、そういうイベントで結構あれですね、関東の方で実際にやられた方が鹿児島のご出身だそうで、地元に戻られてきて第1弾ですか、第1弾がなんとこのカフェシロさんでされるということで、でしかもですね、それがお時間等々はですね、またツイッターでもつぶやきたいと思うんですが、朝の10時からお昼の12時半まで2時間半ですね。でしかもですね、ここがまたね、憎いなと思うのがプロのカメラマンの方の写真付き。これね、赤ちゃんってね、一瞬ででかくなっちゃいますからね、思い出としてすごくいいんじゃないかなと思う。私も撮ってもらいたいぐらいですけど、写真が、データがもらえるよっていうのと、あとなんとやはりね、カフェでやる意味といいますか、せっかくカフェでするからね、ランチが、シロさんのランチがつきますよということで、すごいね、充実した2時間半が、この7月31日ですよ、皆さん。今年の7月31日ね、言いましたからね、にやってますよ。これでもあれですよね、定員とかがあるんじゃないですか。8名に限りますので、もうこんなんすぐ埋まっちゃいますかね。あ、もう第2回もあるみたいで、8月の21日にも第2回が、第1回でね、惜しくも抽選に漏れた方は第2回が8月21日にあるそうなので、ぜひぜひ白さんを利用してみてください。で、今写真がつきますよって言ったんですけど、白さんは写真部を持ってらっしゃって、一回止めます。写真部があるみたい、ちょっと待ってくださいね。写真部というのが白写真部というね、独自の写真部が存在しているらしいですね。定員が現在27名でしたっけ、27名でこれ載ってますね。これ実際にその写真部の部員の方々が持ち寄られたやつですか。で、この今載せてますけれども、テーマに沿ってですね、写真を集めた、この壁がですね、このなんていうんですか、手作り感あふれるこの壁に写真を展示されてらっしゃって、でしかもこれお店の壁にですね展示されてるんで、その部員の方々の写真がある。で、その中の、プロの方ですよね。ほぼプロ。もう腕前はプロ級という方が、その先ほど申し上げましたベビーマッサージに参加されてね、赤ちゃんの成長のなんていうんですか、一瞬の
スキーをついてバシッと撮ってくれるというのもついてますということで、写真部がですね、現在も目下部員募集中みたいですね。鹿児島にはもね参加したいんですけどいかんせんね、もう今ドタバタしたのでお分かりのと、技術力がねなかなかこうね鍛えられてるはずなんですけどね、こう30回40回ぐらいやってるのになかなかですね技術面が発達しないです。まあでもね、私もたまに iPhone で撮ったりして Twitter にも上げてるんですけど、まあああいうのも参加していいんですか iPhone で、ちなみにその写真部さんの活動としてですね、テーマを設けて持ち寄っているということらしくですね、今月7月のテーマが夏の始まりというテーマで、2017年7月の30日までにそのテーマで募集中だそうなので、まあご興味のある方ね、ご近所の方とか、まあ、鹿児島のね夏といえばもう変化に富んでますからね、もう暑いしこの夏の始まりを過ぎちゃうとね、ただひたすら暑いみたいになっちゃうので、このね、なんていうの、絶妙な時期をね、今これ見てると、これもそのテーマに沿ってるんですか。あ、そうなんですね。なんかこのひまわりとか海の感じですね。あ、なんかこの日差しの感じとか、やっぱりこう南国っぽいですね。こういうのもう持ち寄られてね、新しくできたカフェにご自分の写真とかもガツンと載せるのがまたいいね。まあ鹿児島にもちょっとできたら良さげな写真があったら、至らぬテーマ多々あると思うんですけど、持ってきたいと思いますので、よろしくお願いします。だから私の撮ったフールさんの撮った写真がもしかしたらこの白の壁に置いてあるかもしれませんので、そこもダメですよ。これ撮れてるんですか今これ。今撮れてるんですか。あ、撮れてないですいやちょっとこういう困難も乗り越えていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はあ、まあ取り留めもなかったかもしれませんけど、まあ、ざっくりお話しさせていただいています、ね、あとはまあなんていうんですか、私の思ったところですか。まあ実はあのフールもう何回目だっけな、もう 3,4 回ぐらいですね。毎回あの営業時間外にお邪魔してて非常に迷惑をかけてるんですけども、あのお邪魔してて、ね、すごくね、なんていうんですか、オープン前は本当に想像がつかなかったというか、どんな感じになるのかみたいな。で場所もあの鹿児島大学の近く、中村公園ですね、中村公園がここにあるんですけどの近くで、ね、カフェってどんな感じなのかと思って、一番最初にプレオープンに、確かあのツイッターとかにもあげたと思うので、プレオープンにお邪魔した時にですね、あ、こういう形のカフェがあるのか、なんていうんですか、こう開放、なんていうんですかね、よく言う開放的、なんていうの、テラス席があったりとか、なんか吹き抜けがあったりとかっていう開放的じゃない、なんていうんですか、お客さんとそのオーナーさんとの距離がすごい、なんていうの、フラットで、すごいなんか近いみたいな印象がね最初あって、これ中丸見えじゃんみたいなっていうのが最初あったんですけど、まあ今何回かお邪魔してみるんですけど、これ他にない特徴なんじゃないかなっていう気がいたしました。あ、これでもね、写真、私のトークスキルだからだけど、写真もちょっと載せてみますか。さっきね、ちらっと撮ったんですけどね、まあ、これとかかな。あー、ちょっと私の腕じゃなかなか撮りきれてないですけど、外観からしてもね、その大きい窓があって、もう店内はまあ、明るい時間帯からもう中も見えますし、すごい風通しの良さそうになってる。っていう印象を受けました。なんか、まあ、多分ねその時に態度に出てたんでしょうね、こういうところで収録したいなみたいな感を出してたら、まあ、オーナーさんですよ、どうぞと、こう場所をお貸ししますのでやっていいですよみたいな言っていただいて、まあ、今日のこういう機会を設けさせていただきました。あ、何人か見ていただいてますね。こんな感じですか今別にもうこっち向かなくていいのかな、私は。ああ、そうなんですね。ちょっとね、せっかくなんでね、別途カメラを用意してきて、毎週ね、水曜日の夜10時に上げてる、あっち方面ではその生のね、映像みたいなのもお届けしようかなと思ったんですけど、どうやら、あれですか、SD カードの容量不足ですか？容量不足。というですね、
なんだ素人というようなミスを犯してしまいまして、まあ取れてる分はありますんでね、そこをまあちょっといつも通り音楽つけたりとか、私のこのこもった声をちょっとクリアにしたりとかして YouTube の方には上げたいと思います。まああのツイキャス見ていただいている方もぜひぜひ YouTube の方で見ていただければと思います。ちょっとね、喋りまくって全然飲めてないんですけど、あ、でですね、肝心のどうかしました？大丈夫？なんかあの私の思った話ばっかりしちゃってあるんですけど、あの、まあ、おすすめとかね、どういうのが置いてあるのかみたいな話をちょっとまだしてなかったんですけども、あのなんかメニューにですね、今日のご飯ね打たれて、あのお食事ももちろんできるみたいなんですけれども、あの、まあ、これ今聞かれてるの日曜日だから、来週ですね、来週はタコライスがお目見えということで、これあれですか、またインスタにも上がったりとか、写真が上がったりとかするんですか？あ、今後、はい、あのインスタグラムの写真もすごくおしゃれな感じで、やっぱね、あの私のこの声だけじゃなかなか伝わりにくい、実際写真も見ていただいて、ご飯も食べれますよということで、ちなみにあれですよ、7月の、何日だっけ、17日の週の、ご飯の、これまあ週替わりですね。なので週替わりでされてらっしゃるのでね、あの毎週通ってもいいんじゃないですかね、毎日でもいいですけどね、あの営業時間でいつも来てる人間が何を言ってるんだと思われるかもしれないね、あのご近所の方とかね、羨ましいですよ、こんなおしゃれなねカフェで開放的な感じでね、毎週週替わりでなんかご飯も食べれる。鹿児島にあのオフィスの近くって何かあったっけな、ありましたっけ、遠くにね、なんか老舗中華料理屋みたいなのがありましたけど、なかなかね、だから鹿児島にはもね、まあ、毎回コーヒー飲んでんだからね、なんか近くにカフェが欲しいなとは思うんですけど、ね、あとですね、まあ、そうやって毎週週替わりで出されてるっていうことなんですけど、まあ、おすすめといいますか、オーナーさんの。これあのインスタグラムで写真見ててフールもすごいいいなと思ったんですけど、あのケーキが多分結構こだわってらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、中でもレアチーズケーキがなぜか人気となぜか人気ってね、オーナーさんが言ってらっしゃるからね面白いんですけど、まあ、これあの僕もまだ食べたことないんですけどね、あ、申し訳ない、食べたことないんですけど、あの写真見てる感じだとすごい、なんていうの、バットに入った写真が私インスタに上がってるんですけど、すごくね、多分思うに濃厚な感じな気がしますね、結構あの考えに考え抜かれてるみたいなんで、そのなぜか人気のレアチーズケーキをぜひぜひ、ね、食べて、その感想とか写真とかね、ぜひあの鹿児島にあのツイッターに上げてくれるとね、あのフールも、まあ、食べろよって話なんですけどね、なんかこう他の方にも拡散しやすいと思います。あ、え、マジですかダモした、あ、じゃあこれ取らんといかんばいな、すごいオーナーさんのご好意でどう取ったらいいんですかね、これ。あー難しいなこれ、はい、ダンケーキ出してもらっちゃいまして、すいません、なんか食べたいみたいな物乞い感が出ちゃったみたいですね、すいません、あのケーキ出していただいたんで、これ食べていいんですか、これ食べていいの、やった、ちょっとしてケーキ出していただいちゃったんで、じゃあちょっと食べさせていただきます。この私の目越しにもすごい濃厚さが伝わった、いただきます、よっ、これどうやって食べるちょっとお見苦しいと、よっ、うんうん、めっちゃうまい、あ
美味しいんだけど、なんて言っていいかうわーすごい、これ伝わらねえだろうな、おせすげえすげえ顔されてますけど、なんていうの、下これクッキー生地的な感じですか、オレオ、あ、砕いたオレオみたいな、なんていうの、世に言うのサクサクとかじゃなくて、なんかしっとりしたクッキー生地に濃厚なチーズが乗って、これ なぜか人気っていうか、人気出るでしょ美味しいもんだってね。あ、これはどうしようかな、カメラ惜しいことしたな。まあちょっとね、そこら辺はトライアンドエラーでやってますんでまあ次リベンジに来ようかな、その時は。これもう収録やめてこれ食べていいです、普通にもうちょっとなんていうんですか、これ以上喋ると俺のなんて至らぬ語彙でこのケーキの価値を落としかねないんですけどまあでもすごい、なんていうの、滑らかしっとりかつ食べ応えあるから、これはうんうん美味しい。これはこの大きさで割に合うんですか、これいいですな、コーヒーとはやっぱり食べるんだったらこれぐらい濃厚なデザートの方が進みますな。これやっぱ、はい、なんかあれですか、詳細とか、そのね、カンペとかに書いてもらったら分かりやすいんですけど、まあなんかオーナーさん的にはこれなぜか人気とおっしゃられたのね、食べて損はなしだと思いますので、これぜひ、ね、食べてオーナーさんにこういう理由で人気だろうというのを言ってあげた方がいいですね。本当なんていうんですかね、これ手作りなんですよね、これね、すごいな、手作りでこんなのできるんですね。でまあちょっとハプニングに見舞われながらもケーキまでいただいちゃったね、私的には非常に満足なんですけれどもあ、もうそろそろあれですか、時間ですか。まあじゃあもう一回ね、お店の情報とかおさらいしてみましょうかね、ちょっと時間があるので、これはね、後で私が美味しくいただきます、ね、収録中にちゃんと食べろよとかね、言われても困りますので、はい。まあ今回鹿児島にあるフールが、お邪魔したのが、鴨池一丁目の、20-19 番にある、カフェシロさん、先月2017年の6月30日にグランドオープンされて、今7月の16日ですから、まあ、かれこれ3週間目ぐらいというね、まだお忙しいでしょうに勝手に、ね、乗り込んできて、こんなに交代がお話ししてしまいました。で、朝の10時から夜20時までやられてて、月曜日は定休日です。で、まあ、先ほど申しました通りベビーマッサージとか、あと写真部が発足してたりとか、なんかそういういろいろな活動もされてるんで、まあね、私の放送を聞いて興味を持ったっていうとちょっとおこがましいんですね。ご近所に住んでらっしゃる方とかね、あとインスタグラムはもうフォロワーとかも100人単位でいるんじゃないですか。え、そんなん言うの川島にあが5、6年かけて900人なのになのでもうインスタグラムはもう僕かなんていうの、こういうのなんていうんだ、炎上じゃねえよインスタグラムがすごい流星みたいなで、そこで、見られて、ぜひね、実地に足を運んでいただいて、やっぱね、働いてる側の人間は忙しいですから、写真撮ったりする暇がないですから、お客さんの方で撮っていただいて、ガンガンシェアしていただいて、それを鹿児島の人が見て、いいなと、また来た時の参考にしようかなという次第でございます。ということでですね、まあ今回もちょっと具体的な話ができたかどうか怪しいんですけど、鹿児島の新しくオープンされたカフェシロさんにお邪魔してました。鹿児島にあるフールでした。さあバイバイ。ちょっと技術面でまたあれなんで次回に行かしたいと思います。バイバイ。
イン来るのか分かんないんですけど、ハヤトさん、